What's up? フライボーイライフ、いつもご覧ご視聴ありがとうございます。本日もね、サーフセッションをしていきたいと思います。本日の海は茨城某所です。波のサイズの方が桃から腰、たまに腹ぐらいのセットが、たまにね入ってきます。ただ腹ぐらいのサイズはちょっと波数少ないので、極力腰前後の波を乗っていきたいと思います。風の方は今日は南西の風が強くて、かなり、煽られるようなぐらい吹いてます。多分8メーター前後吹いてるんじゃないでしょうか。でここに着いた時はね、潮の方が多すぎて波はブレイクしづらかったんですが、潮の方がこれからどんどん干潮に向かっていきます。で現在ね10時前ぐらいですが、1時過ぎぐらいまで、引きに入りますので、その時間狙って軽くワンサーフしていきたいと思います。さあそれでは動画の方をご覧ください。レッツゴー。コンディションで、まあライディング見てね、動画見てもらって分かると思うんですが、一発、まあ良くても2発ぐらいしかできませんので、まあ、こういう日練習になるのはやっぱりこのツインフィンですね。このツインフィンを使って浮力のある板で、小さいポケットを使ってちゃんと走っていくっていう練習の仕方ですね。
まあもうすぐ上がりたいと思います。これにて終了になります。さあぜひね、高評価、チャンネル登録重ねてしてもらえたらね、僕嬉しいです。応援してくれる皆さん、いつも応援してくれてありがとうございます。 Facebook も Instagram もね、 Twitter もフォローしてくれてありがとうございます。もっとね、どんどんフライボーイライフブログこれから頑張っていきたいと思いますので、皆さんご視聴ご覧よろしくお願いします。さあそれではまた次の動画でお会いしましょう。 See you! バイバイ。Why am I looking at you? You're a picture in a frame. Make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? You're a pixel on a screen. さあ本日の相棒です。僕の大好きなサーフボード、ステーシーサーフボードです。で、今ね、巷で流行ってます。このね、ピンテール。表側は、トゥインフィンです。さあ、これはすごい調子いいです。皆さんもね、ぜひ、ステーシーの、この、バレットツインっていうモデル。これね、チャネルアイランドとかいろんな、今メーカーさんでね、ツインフィン結構人気出てますので、このツインフィン。で、今日は、この、桃、腰サイズの、茨城某ポイントでやりたいと思います。さあそれではレッツゴー。